花巻城は岩手県花巻市城町に所在した日本の城。古くは豊ヶ崎城と呼ばれた花巻市指定史跡。森岡藩の花巻軍大歴代の居城であり、関ヶ原の戦いの際にこの城で行われた花巻城の用地は地元民や岩手県民の語り草となっている。花巻城の地は内視略や大英景軍旗等には、 前九年の役の安倍頼時の城作と伝えられている。冷えぬき氏は、室町時代には十八が城を本城としていたが、戦国期の協六年間に本城をとやがさきに移した。周辺には、八重畑館や大瀬川館など、同じ冷えぬき一族の城郭が複数あった。天正十八年、豊臣秀吉の奥州市沖によって、ひえぬき氏は没落し、とやがさき城には、 秀吉の大官、浅野長政が入部、長政紀楽の後は、同族、浅野重吉が木代として駐留した。しかし同年の冬、給料を奪還しようとする和菓子と冷え抜きが一揆を起こした。これによって、東屋ヶ崎城を含め冷え抜きの給料も和が、冷え抜き勢の手に渡ったが、翌天正十九年、最終機軍の侵攻により一揆は鎮圧された。同年中に、 日へぬき軍は、南部領と決められ、南部の武長の大官北周愛が上代として入り、城の改修が行われ、名称も花巻城と改められた。天正20年の書状破却書状には、鳥谷崎平城南部守名所持分とある。慶長3年に、北周愛が死去し、代わって、父の北新愛が上代となる。同5年に、南部市が慶長では合戦へ出陣している隙を狙い、 我がた家ちかが、丘陵、我が軍の奪還を目指して、一揆を起こした。我が勢は、花巻城や、大瀬川間など周辺諸城を攻め、花巻城の三の丸、二の丸を攻略して本丸に迫ったが、援軍を得た北信愛はそれを撃退した。北松人氏は、慶長18年に死去するまで、花巻城及び城下町の整備に努めた。その後、南部都市直は、 自南正直に二万国を与え、花巻城主とし、正直は、花巻城を金世城郭として完成させた。その際に、本丸に二層二階の櫓や多くの重層の城門が建てられた。一国一条例の後も、南部の栄江城として認められた。正直旧市以後は、城代が置かれ、花巻城は、我が、冷えの木に軍を統括する政治の中心地となったが、 明治2年に廃城となって取り壊された。現在、建造物の遺構として残るのは、炎上寺門と自称堂だけであるが、城席では、本丸跡が1988年9月1日に指定史跡に指定されている。近年に守護門が復元され、その周辺は歴史公園として整備されている。炎上寺門は、慶長19年藩主、南部都市直の命により、 花巻城主となった南部正直が、和菓子の居城であった、非税城の御手門を移築し、花巻城三の丸から見ての炎城寺坂に建てたので、炎城寺門と命名された。江戸時代に4回ほど集築が行われ、その後も2回屋根の吹き替えが行われた。廃藩後の明治4年の花巻城取り壊しの時に、北上市さらぎの福森殿氏に払い下げられ、解体してきた上川を船で降り、 自邸の門とした。昭和7年に福森電子より花巻市の平野律犬がこの門を買い、東矢ヶ崎神社系大東南隅に移設した。その後、老朽化のため大きく壊れていったが、昭和36年に花巻市の助成金を受け、神社の東南口の現在地に復元移設された。日本の白一覧。ありがとうございます。